眠こんにちは。どうもや。今日は昼夜2回やから、あと1回夜があります。こんばんは。こんばんはじゃない、こんにちは。私たちはすぐそばにいるのに。今日ななんかチームMでお昼公演は研究生の時の髪型をしようって言っててんけど、あのまず髪の毛の長さが違うし、前髪もなくなったからもう全然印象違ったと思うけど、一応ハーフアップしてもらいました。の ウェルビーのさ、なんか初日の映像見る鑑賞会やるやんか、めっちゃ出たかったんよ。けど出れへんくて、アイカと喋っててこの前。夜の髪型まだ決まってない。夜公演来てくれんの待ってます。心はそれ以上離れているこの伸ばしたて触れ。2番分からん。傘持ってきてないねん今日。もう降らへんかなと思って来てもたけど、降っとんかな。関東降っとんや。分からへん、外出てないから今。分からへんねんな。やばい、めっちゃ眠い。なんか今日のお昼ご飯、お昼公演前のご飯がサンドイッチやって、それの残り食べてる。一個だけ残しとってん。こんにちは。そう。今日は6時半起きやった。久々の公演やったからさ、ちょっと練習したいなと思ってさ。そうだって11月入って初めてやったんよ今日が。もう1ヶ月出てなかったのかな。感情に理由なんかないんだ。風の向きも
うん、ほんまに？もっちゃんが？新名で踊ってみたい。お弁当あるねんけど、まだ先輩とってらっしゃってなかったからちょっと置いとこうと思って、だからそう、マコポンさんの言ってたん？いいな。なんかさ、小説読みたいねんけど、なんか読んだ時ってそれに集中しちゃうやんか。なんかちょっと今なんか結構キツキツでスケジュールが、まあ、ありがたいことやねんけど、だから全部落ち着いてから若ぽんさんのは読もうと思ってる。もう早く読みたいねんけど、まだゲットできてないから読みたいねん。なんかな、結構やばいねんな。なんか冠が28にあるんですよ。なんかそれまでに結構スケジュールがキツキツで、しかもなんか愛花と合わせないとあかんねんけど、まだ全然できてなくて、そう、全部まだ2人でポジションとかついてとかやってないし、そう、まだ振り覚えできてない曲ばっかりやから、ちょっとほんまにやばくて、もうな、最近だからちょっと考えてる人と誰から始めていけばいいんやろうって。いや、そうなんよな、舞台の練習もそろそろやと思うし、やばいねんな、もう。そう、マラソンも練習しないとあかんくて決まってるから、だから私はそう、とりあえずワカポンさんはの本は見たいけど、ちょっと落ち着いてから買おうと思ってる。そうなんです。今何キロ？なこの前走った時が10キロで、で10キロなんかメニューが決まってんのよ、日によって違うくて、なんか5キロをなんか1キロずつタイム変えていってくださいみたいなのもあるし、でも明後日かぐらいのメニューは15キロやった、走るの。なんじゃ、アップルウォッチ持ってないからさ、めっちゃ欲しいねん。なんかこれやりながらやるのなんかめっちゃ楽じゃない？一回一回さ、タイムをメモるためにさ、ポーチつけて走ってんねんけど、携帯取ってやらないとあかんから走りにくくて、基本的に個人なんよマラソンの練習は。
なんかもうさ、でもな、聞いて変にな、何も考えへん方がいいらしい。なんか考えたら糖分、そう、なんかでもユナは時計持ってた。なんか私はとにかくずっと最近影を見るか一人で歌いながら走ってる。え、15分経った？まだ経ってないか。そうなんよ、自主練がな一番苦手や。なんかさ、最近さ YouTube を見始めてんけど、見始めてやってずっと見ててんけど、なんかそんな YouTube あんま見ひんかって、最近まで。やけど弟にさおすすめしてくださった方がいて、最近ずっとハマって見てる。初見です、ありがとうございます。次は6時から公演、公演6時から。うわー、ちょっと一回寝ようかなって思ってる。15分経った全然分からへんねんけど、経ったんかな。うん、ありがとうございます。いや大丈夫、まだか。そう、でもな、この間時間に冠の曲を何曲か覚えようかなって言うてな、あと覚える曲3曲ぐらいなんよ。でも歌詞が覚えれへんくて、歌詞と歌がむずいな。うん、ありがとうございます。6期生の方と今度戦うんです。何をするのか分からへんけど、なので27のお昼。前回ね8期生と7期生が戦ったんですけど負けてしまったので、昨日ピロちゃんえ、そう、ピロピロを何しとんやって。な、どんなゲームするんやろ。前回さ結構なんかけん玉で決まったやん。それまで買ってたけど、そう、今回は勝ちたいよ。ミユが司会やからな、美咲もおるし今回。サッカー、アンジはドッジボールがしたい。あ、もう4時12分なんや。うん、え、あと2時間後ぐらいってことか。そっか。
得意ではないねんけど好きやねんドッジボール。15分経った。ランキング読みます。13位の方から。13位の方、野原慎之介、のすけさん、ありがとうございます。12位の方、味方長さん、ありがとうございます。11位の方、たくやんさん、ありがとうございます。10位の方、べべちゃん、ありがとうございます。9位の方、ああマリリンプ、ありがとう、ありがとうございます。8位の方、村人 T さん、ありがとうございます。7位の方、高政さん、ありがとうございます。6位の方、かまかりさん、ありがとうございます。5位の方、ふみさん、ありがとうございます。4位の方、たまひよさん、ありがとうございます。3位の方、よしらしゅうさん、おでこありがとうございます。2位の方、たいきちさん、ありがとうございます。1位の方、かずまゆげさん一番前におった、ありがとうございます、来てくださり。じゃあ次は6時から公演頑張ります。ありがとうございました、来てくださり。では私は今から寝ます。バイバイ、ありがとうございました。